今日ワクチンの集団接種が始まったのは新潟市中央区の ANA クラウンプラザホテルですこちらの奥にあります普段宴会が行われている部屋で接種が行われています事前に予約をした人たちが続々と中に入っていきます対象は市内65歳以上の高齢者と64歳以下の優先接種対象者で今日はおよそ250人がワクチンを接種しました ちょうど病院行くより半分ぐらい近いからねここの方がね、うん、人に迷惑かけたくないんでちょっと安心してますね新潟駅に近く駐車場も広いことから会場に追加されることになったこのホテルでは接種を後押しするため新しい取り組みを始めています通常の宿泊料金の三分の1で、えー、当ホテルにご宿泊をすることができます、えー、接種した後 ちょっとお疲れだと思いますのでそのお疲れを癒すためにホテルの客室でご休憩いただくと当日の休憩に客室を使える日帰りプランのほかワクチン接種を受けた県民を対象に特別価格の宿泊プランを用意さらに7月の1ヶ月間館内すべてのレストランの利用料金を10%割引するサービスも行います。 県民の方、市民の方、この方々のワクチンの接種率を上げること、これが一番の優先課題かなというふうに思っております。ご負担というか、えー、心配の思いをせずに、ワクチン接種できるように、まあ、皆さんの心を安らげるような空間を作っていただければなというふうに考えております。